おいちょっと霊夢。久しぶりに切れちまったよ。どうしたのマリサ？何かあったの？どうやら C 国がロシアにブチギレらしくて、その理由がとんでもなかったんだな。一体全体どんな理由でロシアにブチギレたのかな？これは気になるわね。ということで今回は中国が今度はロシアにブチギレた、ロシアを模倣した戦闘機が墜落し大激動をお送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C 国がついにロシアにブチギレたんだ。ふむふむ。2022年6月9日、C 国中部の湖北省襄陽市で9日午前、空港付近の住宅地に戦闘機戦7が墜落したんだな。巻き込まれた住民1人が犠牲になり、2人が怪我をしたと C 国国営中央テレビが伝えているぜ。またしても C 国軍機が墜落したのか。お願いだから命を大事にしてほしいわ。SNS で拡散した動画には、墜落した場所付近の民家と見られる建物が派手に崩れ、黒い煙と炎が上がる様子が映っている。報道によると、この戦7は訓練中だったようで、パイロットはパラシュートで脱出したとのことだぜ。いいことなのか、そもそも事故自体がいけないことなのか、判断つかなくなるわね。怪我人とパイロットは病院に搬送され治療を受けており、当局が墜落の原因や状況について調べているそうだ。C 国はこの手の訓練中の事故が多い気がするんよ。もうちょっとしっかりやってほしいわ。しかもこの戦闘機戦7は過去にも住宅街に墜落しているんだ。え？ちょ？何言ってんの？ C 国国防部新聞事務局は、訓練中の C 国人民解放軍空軍の戦闘機戦7が広東省諏訪島空港の近くに墜落し、パイロットは墜落直前に脱出して無事だったが、住宅1棟が被害を受け、4人が負傷したことを認めているんだぜ。なるほど、C 国では公開されない事故もたくさんありそうだけど、住宅街での事故はさすがにアウトよ。隠蔽していいレベルじゃないわ。そんな戦7は1960年代末に解放軍空軍に導入された機種で、すでに生産停止となっているんだ。専門誌航空知識のアンヤー南副編集長は、近年、戦7による事故が多く発生していることについて、同機種の保有量が多いことが主な原因だと指摘しているぜ。いやいや、確かに一理あるわ。でも、事故を起こす体制の方が問題なのよ。しかも戦7はこれまで安定性、信頼性により、国土防空に大きく貢献してきたと誇らしげに語っているぜ。人を守るためなら事故を起こしてもいい？ん？怪文書かな？そもそも、飛行機墜落事故の原因は、主にパイロットの誤った操縦や故障などだからな。やっぱりそうか。C国のインターネット上でパイロットは最後まで飛行機を守るべきだった。人の住んでいない場所まで飛行した後に脱出するべきだったとの批判の声が上がっていて、国民と政府で考え方に違いがあるようだぜ。考え方に違いがあるというか、自分に被害がなければどうでもいいんでしょうよ。これについてワン副編集長は緊急事故が発生した時、パイロットは数秒以内に飛行機を守るか、人の住んでいない安全な場所まで飛行するかを判断することになる。戦7は航空高速飛行の戦闘機であり、滑空性能は低く、エンジンを1機しか搭載できない。エンジンや制御システムに問題が出れば操縦が難しい。このような状況の下でパイロットが脱出を決めたことは正常な選択で、国外でも類似の状況はよく見られると説明しているな。まあ、パイロットの責任ってよりも戦闘機自体の問題だと思うしね。事故原因は調査中だが、我々はパイロットが最大限に努力した後に脱出したと信じるべきだと擁護しているぜ。私もそう思うわ。そもそもだけど、訓練で住宅街を飛んだりするのもどうかと思うんよ。習近平体制では、多少の犠牲は致し方ないのかな？やめろ、いつもみたいに誰かがドアの外で聞き耳立ててるかもしれないだろ。さて、C国が開発している戦闘機は、報告されているだけでも事故が多発しているようだ。ふむふむ。2018年、C 国人民解放軍の艦上戦闘機 J15 は、欠陥による墜落事故を頻発させていて、ロシアの専門家は、C 国機の墜落事故が多いのは、ロシア戦闘機の安価な試作機のせいだ、と言っているぜ。え？どういうこと？実はな、C 国はウクライナを経由してロシア製試作機を購入し、これをベースに開発した国産戦闘機を作っているんだぜ。そんなのありなのか。その成果は不明だが、2019年11月までに C 国空軍で事故が多発していることが明らかになっているな。C 国版 TwitterX Weibo 上でも、10日に1回の割合で事故率と2019年だけで10人が殉職し、100人余りの空軍兵士が負傷しているとの情報も流れているぞ。絶対当たるくじみたいな感じね。当たってほしくないものだけどさ。
まあ、10月1日に行われた C 国の建国70周年記念の大規模な軍パレードに参加した操縦士も、10月7日に事故で殉職しているしな。ここまで来ると軍に入りたいって人、いなくなるよね。さらに、北京の空軍基地からチベット自治区に向かっていた戦闘機 J10 が、チベット高原の山岳地帯で消息を絶つ事件まで発生。その J10 はどうなったの？怖いけども気になるわ。山麓に衝突して戦闘機は大破しており、パイロットも消息不明だというぜ。聞かなければよかった。ドン引き。この他にも、C 国軍が空母艦載機として開発した J15 戦闘機が、空母の離着陸訓練で洋上に墜落して、パイロットら3人が帰らぬ人になっているな。これ、州様はどう思ってるんだろうね。私が国のトップだったら悲しくて涙が止まらないわ。そもそもな、こんなに墜落ばかりするのは C 国の J シリーズの戦闘機はほとんどが旧ソ連の戦闘機のコピーであり、エンジンもロシアからの輸入品を搭載しているために、エンジントラブルが多いからなんだぜ。エンジンがロシアというだけでもうわかりそうなものだけども。また、香港の軍専門家によると、C 国空軍のパイロットらは飛行経験が少ないため事故の多発につながっているらしいぜ。ちゃんと訓練しようよ。まあ訓練したところで機体が機体だけどさ。まあ、ネット上では C 国空軍の戦闘機やヘリコプターは空飛ぶ缶桶だななどの批判が書き込まれているらしいからな。通り名からしてすでに終わってる感あるわね。飛ぶ前からケンシロウのヒデブー、お前は死んでいる、状態だもの。ケンシロウはヒデブー、とは言わないがな。さて、ロシア頼みで来た C 国の J11 は、空軍と海軍航空部隊が保有する主力戦闘機だが、実態はロシアスホーイ社製のスホーイ27シリーズを輸入したり、ライセンス生産しただけなんだぜ。1989年の中ソ和解に伴い、C 国はソ連との軍事交流を復活させ、翌90年にスホーイ27の導入を決めたんだが、ソ連崩壊後の95年には、ロシアとの間でライセンス契約を結ぶことに成功し、輸入機とライセンス生産版を合わせ、これまでに少なくとも200機以上を配備しているんだぜ。空飛ぶ缶桶なんだけどね、それ。J11 は全長22メートル、全幅15メートルと戦闘機としては大型で、ロシア製 AL-31F エンジン2機を搭載し、最大速度はマッハ 2.35 と飛行性能はスホーイ27シリーズ並みの高性能なんだぜ。まあ、丸パクリなわけだからそこはね。しかもこの J15 は操縦系統の欠陥のため、新たに次世代艦載機の開発に着手しているらしいんだな。いやいや、J15 が欠陥だらけなのの次世代艦載機とか嫌な予感しかしないんだけど。どうやら、J15 にとって変わる艦上機に、ステルス戦闘機1031J31 というものが存在するらしい。次世代艦載機ならぬ次世代艦桶ね。しかし、ロシアの軍事専門家バシリー・カシン氏は、この1031も試験の初期段階であるとし、収益まで数年かかるとしているぜ。ロシア管制メディアスプートニクの取材に答えたカシン氏は、2020年中後期になっても、戦略的な準備体制に1031が用意できるかどうかはわからず、C 国軍はそれまで J15 を使用し続けるだろうと推察しているな。缶桶は缶桶だからね、新型になろうが艦載機になろうが墜落する運命なのよ。さて、エンジン問題は次世代戦闘機 J20 でも変わらないようだ。わたま時報の記事によると、J20 の初飛行はわずか18分とのことで、インターネット上で公開されている動画を見ても、高機動飛行を行った様子はなく、性能は低いとのことだぜ。ダメよ油断しちゃ。世間を欺くためにわざと弱々しく見せてるかもしれないでしょ。これが C 国のやり方かもしれないし。そんな C 国は1980年代からステルス戦闘機の研究を進めているとされるが、J20 にステルス性能があるとは思えないな。わからないわよ。キムチたちとは違って J20 にはステルス性能があるかもしれないわ。そんな C 国当局はよほど自国の兵器に泥をつけられたくないらしいようで、台湾当局が南シナ海で3月上旬に起きたと発表した C 国軍機の墜落事故で、香港市政党日報は23日、少なくとも C 国軍10人が殉職したとの情報を伝えているんだな。この事故で亡くなった軍人のほとんどは旅館及び遺憾級の将校で、特急パイロットも数人含まれていたんだぜ。10人も？待ってよ。いくらなんでも。霊夢が動揺するのも無理はないぜ。ここ10年間で起きた C 国軍の事故としては最も多い犠牲者数の数だからな。しかし C 国当局は事故を発表してないし、隠蔽しているんだぜ。なんだかどんどん C 国政府のやることがえげつなくなってきてない？昔からだろ。これに関して台湾メディアは、墜落したのは対潜哨戒機 Y8 との情報を伝えているぜ。
しかもな、米国が運営するラジオフリーアジアは、ベトナム軍事専門記者の報道を引用して、3月1日午後に C 国が運用する対潜哨戒機 Y8 が海南島南の三亜南海上で連絡が途絶え、その直後に C 国が行った海上軍事訓練は捜索救助作業だったと見られると報じているんだぜ。え？訓練？こんな時に？台湾の国家安全局も10日、立法院に C 国の Y8 機が3月上旬に南シナ海で墜落し、その後 C 国軍がベトナムに近い南シナ海の自己海域で軍事訓練を行ったとし、航行禁止区域を設定して捜索救助作業を進めたことが確認されたと報告しているぜ。捜索救助作業を訓練って偽ってたってこと？どこまで国民を舐めてるのよ。さて、C 国の軍事専門サイトによると、今回墜落した Y8Q は空戦20更新6号とも呼ばれている機種だ。ふむふむ。一般の Y8 とは違い、機体下部に玉型のレーダードーム、機体後部には電磁気異常探知機、機体には武器搭載窓が設置されているのが特徴だな。現在、人民解放軍海軍航空兵部隊は同機を50機余り運用していると星島日報は報じているぜ。なんだか数ばかりは多いけど、肝心の実力が伴わないから事故が起こるのよね。まあ、この対潜哨戒機は搭乗定員が10人余りで、操縦士、レーダー兵、ソナー兵、潜水艦捜索兵及び技術分析兵、武器操作員が乗り込み、偵察分析攻撃が同時に可能な対潜水艦システムを備えているそうだ。それだけの兵装とシステム使いこなせるの？また墜落する未来しか見えないわよ。そもそも、Y8 は2017年にミャンマーでも墜落事故が起きているしな。ミャンマーでも事故？痛ましいというか想定内というか、むしろ平常運行というか。それでどんな事故だったの？2017年6月7日にメイクからヤンゴンへ向かっていたミャンマー空軍の Y8 が墜落し、122人全員が亡くなったんだが、機長は中佐1人、副操縦士は中佐と少佐の2人、乗員は14人だったんだぜ。最大の問題は、その他に軍人やその家族など108人が搭乗していて、うち15人が子供だったことだな。え？兵士だけじゃなくて、一般市民や子供まで巻き込まれたの？ああ。現地時間13時6分、事故機はメイクを出発しヤンゴンへ向かったんだな。だが13時35分にダウェイの西20海里の地点で交信が途絶えたんだぜ。しかも、当時1万8000フィートを飛行中の時にだ。その後、アンダマン海で捜索救難活動が開始されたというわけだぜ。どうしてなの？天候が急変したとか？ミャンマー海軍の艦船9隻とヘリコプターを含む軍用機3機が捜索に参加したところ、6月7日、ミャンマー海軍の艦船がダウェイ沖218キロの地点で残骸を発見したと発表され、6月8日には29体の遺体が発見されたと発表されたんだな。残骸は広範囲にわたって散乱しており、空中分解した可能性を示していたんだぜ。空中分解？ガクブル。6月15日、捜索に参加していた漁船がミャンカウアーウェワン沖で事故機の尾翼を発見し、6月18日、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーが回収されたんだぜ。それじゃ原因がわかったんでしょ？調査団は、厚い嵐の雲に突入後に操縦士が操縦不能になったのが原因だと考えているようだな。国営メディアは、翼に着氷した状態で突然横風が吹いたため失速したと述べているぜ。よほどすごい気象条件だったのかな？ほら、ミャンマーはモンスーンとかあるし。確かにミャンマーはモンスーンの季節であったが、当時は悪天候だったという報告は出てないぜ。調査団はブラックボックスのデータを調査した結果、破壊行為や爆発、エンジン故障は原因ではないと判断していて、通常、気象レーダーによってこのような雲を避けることができるので、なぜ操縦士が嵐に突入したのか不明なままだ。結局何が原因なのよ。C国では何が起こってもおかしくないから、余計想像が膨らむわ。これからも C国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。